本。おお。はい、こんにちは、庄島亮志浜湯です。さあ11月後半になって寒くなってきたということで、やっぱねこの時期はカワハギですよね。でここ 2,3 年ぐらい秋にカワハギが取れなかった。なんか手がめっちゃ震えるんですよね。多分アルコールの禁断症状なんでしょうけど、ちょっと両手添えさせていただきます。でここ2年ぐらいカワハギ取れなかったんですけど、ようやくね取れるようになってきました。で僕が今着てるこのちょっと派手めな模様の T シャツなんですけど、これ以前の動画で紹介させていただいたブリーズテックって言います。めちゃくちゃねぬくいですよ。今回もご紹介するのはシリーズ累計販売枚数250万枚、特許取得の防風透湿インナーブリーズテックス。秋から冬にかけて30秒に1枚売れている商品で、特徴は防風性能が高く風を通さないし蒸れにくい。防水性能はないので落ちると当然寒い。でも新しいブリーズテックスを着れば大丈夫。詳細は概要欄でチェックしてみてね。ただね、この子を着て髪を切りに行くと、裏肝のね、ここにめっちゃ髪の毛クソ刺さるんで、めっちゃ痒いんで気をつけた方がいいです。メリットだけじゃなくデメリットも言う。それが大事だ。それが信用だ。というわけで、早速沖に向かっていきましょう。いや、自分なりにかなりいいこと言ったんじゃないでしょうか。いいことばっか言うのはね、詐欺師みたいなもんですから。僕が体験したこともやっぱ伝えてやっていくというね、尺稼ぎ長靴。これはね、単に尺を稼いでるだけですね。はい、じゃあ船に乗り込んでいきます。はい、じゃあエンジンかけていきます。出航。はい、じゃあ1枚目の網ここに仕掛けます。まずこれ三八の網、一番目合いがでかいやつで、サワラと同じ目合いの大きさなんで、かかってきたらまあでかいかもね。はい、次の網はいつもの我らが無人島、そしてやる網はこちら。次はですね、3.5 寸の網で、さっきに比べると 0.3 寸小さくて、まあ大体9ミリですね。ほんと1センチいかないぐらい。で、そのたった9ミリでも取れる魚のサイズっていうのがね、ぐっと変わってきます。はい、じゃあこいつも入れて網やっていきます。はい、オッケー。はい、で最後がこちらの磯立てですね。まあ一番目が細かいやつ。こちらの網は2寸ですね。こう張った時にだいたい6センチぐらい。これでメバルを取る。いやー、ちょっと吹いてきたんですけど、今日の晩がどうなるかですね。帰りましょう。聞こう。はい、じゃあだいぶ暗くなってきました。 iPhone15 の精度のおかげで結構明るいですけど、だいぶ暗いです。ゆっくりいきます。出航。わー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 、いつもそう、単純でくだらないことがきっかけで。というわけで網が上がってきました。果たして今回狙いの秋が旬のカワハギがかかっているのでしょうか。1匹目やってきました。こちら名古屋フグですね。香川県ではさぬき電福とかって言って、結構主流でポピュラーなお魚です。こちら刺身で食べると非常に美味しい。で今回狙うカワハギはですね、漢字で書くと川に、魚辺に川と書くように、もう川がねめちゃくちゃこうザラザラとして特徴のあるお魚です。まあザラザラしてるからカワハギなんじゃなくて、このねハギの皮を剥ぐ必要があるとか、まあハギの皮を剥げとか、そういう意味でカワハギっていうお名前がついております。でそんなカワハギなんですが、夜寝るときはですね、海藻などに捕まって、可愛らしく寝る一面がある一方でですね、越前クラゲなどを集団で襲って食べるというような、獰猛さ、そしてそのような二面性を持ち合わせております。さあ今回なかなか喋りがいいんじゃないでしょうか。アコウも来てますね。ただ肝心のカワハギがなかなか来ません。カワハギはですね、肝、まあ海のフォアグラとも言われます。やっぱこう肝が特徴の魚っていうのは海のフォアグラって言われます。例えばアンコウとかも実は海のフォアグラなんですね。で今来たのは、バリ、まあバリっていうのはしょんべん臭いという意味を持ちます。でようやく1匹目やってきました。こちらカワハギですね。カワハギが上がってまいりました。でカワハギはですね、地方名で、バクチやバクチウオって実は呼ばれます。まあバクチっていうのはその名の通り、もう賭博、まあ、賭け事のことですよね。でなんでそういうかっていうと、そのカワハギ取ったらやっぱ皮をすぐこう剥がされるっていうので、まあ
賭博をよくする人が身ぐるみ剥がされるというところから、来ていて、それでまあ博打とか博打王って呼ばれたりもします。非常に面白いですね。さあアングル変えまして、網がどんどんカワハギが来ております。でこの網はですね、まあ、磯立てって言って一番今回3枚やった網の中で目がこんまいので、やっぱかかってくるカワハギお魚っていうのは比較的小さなものになります。でようやく網くりが終了しました。はい、じゃあ受けを上げて取れたお魚こちら外していきましょう。はい、じゃあカゴを準備して、こちらの手鍵でですね外していきます。結構ね磯立てっていうのはやっぱ目から抜けないことがほとんどなので、外していくのがなかなか難しいです。で特にこちらの頭とかはですね、口周りにめちゃくちゃトゲとかヒレがあるので外すのが大変ですが、外していきます。はい、じゃあカワハギも外せました。大変可愛らしい見た目をしております。で網から外すときに角はやっぱり逆毛になっているので、それを折ってから外します。はい、じゃあ全てのお魚が釣れました。少ないですね。でもうアコウが増えてからやっぱメバルっていうのが非常に少なくなりました。で小さいアコウはリリースですね。で最近はもう小さいよりちょっと大きかったらもう取るようにしてます。メバルが全然取れないんで。でこの網をくるために磯立てを後ろに下げます。はい、じゃあ網が終わりました。 OK。さあそれでは2枚目の網を上げていきましょう。船をうまく操船して旗の横へヒット、そしてこちらの旗を上げてローラーにかけて網を上げていきたいと思います。それじゃあ旗を置いて網が上がってきました。果たして魚はかかっているのでしょうか。幸先いいスタートを期待して見ていきましょう。さあ1匹目やってきました。こちらタイ語ですね、まあ、タイの子供だからタイ語です。で2匹目、なかなかいいヒラメがやってきましたね。もう秋になるともう冬に向けてだいぶヒラメの体高も高くなって脂も乗って超えております。さあ4匹目やってきたのがこちらメイタガレイですね、まあ、目の間にこう板状のものがあるからメイタとか、そこを触ると痛いから目痛いということでメイタガレイとかね、いろんな名前の由来があります。まあ、僕らはメダカって呼んでて、こう目ん玉が飛び出てるのもすごい特徴の一つで、それが飛び出て高いからメダカとかね。でメダカはですね、まあ、食べてみるとなんていうのかな、普通のカレーに比べて若干癖はあるんですけど、煮付けにすると味は非常にいいです。さあお目当てのカワハギもね続々とやってきて、オニオコゼもやってきて、さらにこちら珍しいものがやってきました。こちらは糸引き味ですね。動画を見てください。このね糸引き味を見てください。動画は今皆さん見てますからね。糸引き味のあのヒレがですね、こう糸状に、尾びれと背びれが糸状に伸びていることから糸引き味って言います。で大きさもねすごいね、あの手のサイズしか僕は見たことないんですけど、大きくなると全長1メートルで、体重でねもうなんぼだったかな、 22.9 キロ、それぐらい重くなる大きくなるお魚です。さあ魚も、一旦は外して1回目の中で生かしていきましょう。はい、それでは網も魚も外し終えたので網を上げていきます。まあパラパラとカワハギが来ているといったところでしょうか。ちょうどねここ間 2,3 年ぐらいはカワハギがまともに取れていなかったので、今年になってカワハギがようやく取れているなといった感じです。数年前におじいさんと言ってた時はこれのだいたい 3,4 倍ぐらい、カワハギが取れていました。さあアイゴも来て、アコウも来て、まあオニオコゼも来ているということで、秋はですね赤エもそうなんですけど毒のあるお魚が結構取れます。こちらのサイズ、アイゴはですねもう小豆島ではあれぐらいのサイズになると値打ちがなくなってしまうので逃がします。でアイゴはあの小さい時もうだいたい拳1個分の時ぐらいは生かしておくと、お腹の中の、海藻を吐いた後にですねそのお腹を食べるとめちゃくちゃ美味しいです。さっき来てたヒラメはですね、まあすごいお腹が茶色かったと思うんですけど、おそらく放流したヒラメだと思います。天然物はお腹の方が真っ白です。でアコウもめちゃくちゃ来てますね。数年前、まあ、結構前からですねアコウの放流も始まっていまして、かなりの数放流されて、10年前は幻のお魚だったのが最近ではもう当たり前のように取れるようになってきました。でアコウがね取れすぎてちょっと僕的にはメバル類とか、そういうものが減ってるのかなという印象を最近は受けます。でこちら今日一のデカデカカワハギがやってきました。
で、カワハギはこのようにオスがですね、こうヒレピロッと出てますね。さあ次、今日初めてやってきたお魚、こちらコショウダイですね。この背びれからその後ろ尻尾にかけて、まるでコショウを散りばめたような黒い斑点があるのが特徴なのがコショウダイで、めちゃくちゃ大きくなるんですけど、生態はですね、ディディモゾイドっていう寄生虫に寄生されていることが、多いので、ちょっとね値打ちは下がりますが、味自体はまあ淡白といいますか、あっさりして非常に美味しいお魚です。でもうね、あれがあれなんだっけ、産卵が終わってるはずなのに赤エイが続々と来てますね。でカワハギも続々と来ております。でこちらはイネゴチとカワハギですね。まあ稲が取れる時期に美味しいからイネゴチと呼ばれるらしいです。でその後もヒラメが来てエソですね。エソはですね、まあ、もう何回も言ってるんですけど、それしか言うことがないんで小骨は多いんですが、高級かまぼこの食材となっております。まあ、未利用魚として利用できたらいいんですけど、なかなかまとまった数は取れないお魚です。でまた赤エイと最後にメイタガレイも来てて、アミクリはそろそろ終了と思ったら、最後にまたメバルがやってきました。後ろにはハタが控えておりますが、ここでシャクメバルに近いメバルも来ましたね。メバルはめちゃくちゃ減ってるんで、すごい良かったです。まあ、さっきの磯立てで取れなかった分、これで何匹か取れてハッピーといったところでしょうか。アミクリが終了しました。最後なんでか、まあ、潮が早かったからなのかネジネジしておりますが、ハタも無事に上げて、魚が死なないように水をかけていきます。もう表面に水をかけてあげるだけでも全然違います。それじゃあこちらの魚を外していく前に、先に赤エイを外していきましょう。赤エイ外すときはまずこの尻びれじゃなくて、尻尾についているトゲを取ります。これが逆毛になっててめちゃくちゃ鋭いんですよ。発泡スチロールですが簡単に貫きますし、木にだって刺さります。で逆毛になってるから、あんなちょっと刺さっただけでも全然抜けることがありません。これが僕は体に2回刺さっております。1回は縫いました。小さな胡椒台は放流していきましょうといったところで、網くりは完了ですね。はい、じゃあ2枚の網がくり終わりました。思ったより少なかったのが残念ですけれども、まあ特にハギが少なかったですよね。移動して最後の網くりましょう。はい、じゃあ本日最後の網上げていきましょう。最後の網を上げる前にですね、魚たちはまあ夜寝てるから網にかからないんじゃないのって思うかもしれませんが、この子たちめちゃくちゃ目がいいので、夜にならないと魚がかかりません。さあそれではいよいよ3枚目の最後の網を上げていきたいと思います。こちらの網はですね、先ほどの網が 3.5 寸の目合いに比べて 3.8 寸の目合いとなっており、一番僕が持っている縦網の中で目合いが大きいです。サーラーの網と同じ目合いの大きさですね。目合いが大きいということは、かかってくる魚は、大物がかかってくる可能性は高いには高いんですが、逆にですね、まあ、小さい魚があんまり取れないので、磯回りで取れる総量っていうのは減りがちです。1匹目やってきました。こちらメジナとか、関西ではグレと呼ばれるお魚です。まあ、名前の由来としては、このグレっていうのが、まあ、色が黒いことから、まあ、黒いことを表すこととして、色がクレー、クレー魚、クレー魚グレーになったと言われております。でメジナっていうのはですね、目がこの口に近いので、それで、メジカナだったかな、なんか目が近い魚という意味を持つんで、メジナと呼ばれるようになったと言われております。その後もいっぱいねメジナが上がってきました。で釣りでは結構、まあ、人気なお魚だと思うんですが、磯臭いと思っている人も多いかなと思います。ただこのお魚、秋とか冬はですね、磯臭さも全くせず、脂も非常に蓄えていて、めちゃくちゃ美味しい魚です。冬はですね、メバルが産卵してガリガリになっているので、冬は本当にこのグレをね、炊いた方がもう身がね油で弾けるぐらい、超えている魚ですね。さあ見た感じも非常にまん丸としてます。やっぱ美味しいお魚の目利きとしては、このやっぱ丸さっていうものを見ていただきたいです。でお腹の張りですよね。まあ、空気袋が膨らんでお腹が腫れているっていう場合もあるんですけど、こう基本的にやっぱこうお腹が腫れてると、内臓脂肪とかが入ってる可能性が高いですね。でグレーを網から外して帰ってきたら、いいカワハギがついてました。やっぱサンパチの網はですね、目合いが大きいので、かかってくるハギも非常に大型のものとなっております。その後もこんないいハギが続々とやってきております。ただですね、先ほどもお伝えした通り、サンパチの網で目合いが大きいので、かかってくるお魚は非常に少なかったです。3枚目はこれで終了です。
いや最後の網は特に少なかったですね。外して帰ります。お疲れ。はい、じゃあ帰ってきました。取れたものを見ていきましょう。はい、こちらアイゴ、オニオコゼ、クロメバル、ガシラ、アカメバル、ウマヅラハギ、メイタガレイ、キジハタ、グレ、イネゴチ、エソ、マダイ、名古屋フグ、ハテナ、ヒラメ、そしてぼちぼちのカワハギ。でこれらは生かしておきます。もったいないけど何ぼかいいのが死んじゃってますね。これは締めて氷して明日おかずです。安くなるんですよ、こんないいのに。じゃあ帰りたいと思います。よいしょ。いや企画としてはカワハギクソ大量みたいな感じで行きたかったんですけど、なかなか難しいですね。帰ります、疲れた。はい、おはようございます。沖田振りです。あいにくの大雨ですが、川を洗って市場行きたいと思います。はい、じゃあただいまということで事務所帰ってきました。ちょっとご飯食いたいです。で今日の晩ご飯は平ソーダガツオの漬け茶漬けですね。これがめちゃくちゃうまい。でお湯入れて、ちょっと今アルコールで胃がやられてるんで優しい食べ物です。油がもうめっちゃ浮いてるもん。うん、うまそうすぎて忘れてた。いただきます。はい、じゃああれから何日か経ちました。一番根はですね、全部でまあ2万ぐらいしかなくて、あのハギもね一箱まあ4000円ぐらいと、そんな大した相場ではなかったんですが、今日はこちら生きてるカワハギをご用意しました。それじゃあみんな大好き水中映像を見ていきましょう。こんな感じですね。はい、じゃあ早速ハギ可愛いですけど締めていきましょう。美味しく食べるためには仕方がない。はい、じゃあ締めていきます。でここに真ん中の骨が通ってるんで、この骨をここで断ち切ります。やっとこんな感じでは血が出てきます。で水の中で血抜きしていきます。じゃあどんどん締めていきましょう。はい、OK。 はい、じゃあ綺麗に締まりました。じゃ
これ持って帰って調理します。で今ちょうどですね、のりやり見干してるんで手伝ってました。今年も美味しいのりができるでしょうね。じゃあ行きましょう。はい、ただいまということで帰ってきました。じゃあ早速ですね、今日はカワハギで、まあ、当然ですね、肝、生肝大好きなんで刺身と、それから西日本ではですね、よく鍋にされてます。まあ、だから小豆島で、まあ、水炊きが多いんで、水炊きその2点でお昼ご飯ですね。レッツゴー。ではまず観察していきましょう。カワハギの特徴は何といってもこの皮ですよね。カワハギはね、魚辺に皮と書くように、皮がですね、魅力的なお魚ではないです。どういうこと？で、皮の音聞いてもらったら分かるんですけど、ものすごくザラザラとしてます。で、水中映像でも見てもらったように、このヒレを使って綺麗にね、ホバリングすることができます。さすが海のヘリコプター。で、ハギはフグの仲間なんですけど、この口でね、何でも貝類とかをバリバリ食べます。上唇の歯はこんな感じ。じゃあ早速ハギの語源であるこの皮を剥いでいきましょう。で、僕がいつもうまずらしてるみたいに、ここを割ってこう剥くこともできるんですけど、今回水炊きでやっぱこのままの姿を残したいので、そういう時はね、まずこの口を落とします。口を落として、で、この角があった部分も落とします。ここ硬いんでね。とするとこんな感じ。お、この穂の口から剥いてあげます。ほんとカワハギはね、剥いていて気持ちがいいですね。やっぱ音とか、まさに ASMR。 はい、剥けたらこういった形になります。まあお店でよく見るタイプですよね。こんな感じ。はい、じゃあ早速全部やっていきましょう。基本的に硬いものをするときは全部僕は包丁のかかとを使いますね。で、よくトーンってね、プロみたいにやりたいんですけど、あれすると大概ずれちゃう。難しいんですよ、結構。よし、はい、全部 OK。 切り取った口を並べると若干黒いですね。はい、じゃあ耳フェチの人、お待たせいたしました。皮を剥いていきます。やってて思い出したんですけど、この下も切った方が皮は剥ぎやすいですね。切らなくても剥げるんですけど、もう完全にそこはお好みといったところです。はい、じゃあ全部の皮が剥けました。爽快ですね。圧巻。じゃあ水炊きなんですけど、このまま炊くにはですね、この内臓の中に美味しい肝と、こっちにですね、ニガ玉と内臓が少し入ってるんですよ。これも完全に僕流のやり方なんですが、尻尾の方を縦に切れ込み入れます。そうすると肝臓は無事なんですけど、内臓だけが露出しました。この内臓を洗いながら取っていきます。指で剥くように、抜くようにですね。これがね、胆嚢で割ると苦いんですよね。これを取っていきます。水流してたら少々割れても多分大丈夫。肝臓とくっついてるようについてるからね、こいつ。よし、 OK。 ちょっと割れたけど、水を流しておけばまあ大丈夫。とするとこの中身が美味しい肝臓だけになります。でも新鮮なんでエラはそのまま。はい、じゃあ残りも全部洗います。縦って言ったけど、ちょっと斜めに切った方がやりやすいな。うまずらばっかりで久しく食ってないからね。まあ、少々ね、胆嚢付きで水炊きとかしても食べなきゃいいだけですからね。そこを食べたらめっちゃ苦いんですけどね。はい、 OK。 はい、じゃあ下準備は完了ですね。僕がうまずら好きなのって、やっぱうまずらってこのハギよりこう倍ぐらい大きいんで、内臓の肝がいっぱい入ってるから大好きなんですけど、この秋のカワハギはね、見た目によらず、うまずらよりも、そのなんていうのかな、比率で言うと肝の割合は多分大きいです。それぐらいもうパンパンにね、秋は超えてます。僕と一緒ですね。で、できる男は効率も大事ということで、水炊きが時間かかるんで、水炊き用の野菜もピャッと切ります。お白菜は縦にこう切るだけですね。じゃあ、はい、OK。 じゃ
はい、じゃあ鍋を用意して生湯鍋、視聴者さんにいただきました。で、ここにまず白菜をぶち込む。全部入れちゃう、キノコも全部。いつも鍋入れすぎちゃうんだよな、主の具材が入りにくい。で、ここにハギを入れていきます。贅沢だね。ちなみにね、鍋にしなくても、あの、煮付けとかにしても最高に美味しいです。めちゃくちゃ合いますよ。視聴者さんとね、僕のチャンネルの相性ぐらいいいんじゃないでしょうか。はい、 OK。 じゃあ水をちょっと入れて、で、蓋をして火にかけておきます。はい、じゃあ待ってる間に萩刺し作り。やっぱ料理はね、慣れてくるとこのね、時間、何が一番かかるのかなって考えながらやらなくても分かるようになる。おお、めっちゃ動いてる。これ筋肉の痙攣ですね。死んでるんだけど、よくね、これ若い子が生きてるとかって表現するんですけど、まあ確かに身は生きてるんじゃないでしょうか。まあだからね、あの、神経抜きとかで神経抜いて、この身にエネルギーが残るようにしてあげるっていうのも一つの手ですよね。で、骨の上スーッて入れていって、で、返す。で、下側ですね。一応なんか姿作りっぽくしようと思って、あの、あえて頭を落とさないでやってます。ここになんか骨があるの。おろおろおろ、これでいいのか。で、あばら骨取って、ほな、身が OK。 で、反対は浮いてるから、なんかやりにくそうですね。頭分浮いてるのが難しい。よき、こんな感じ。んで、この中に肝があるんで、人差し指突っ込んで、なるべく潰さないように取りたいところ。OK。で、こんな感じ。で、やっぱ取ってるとね、僕下手くそだから、どうしてもこの指に肝がつくんですよね。そういう時はね、醤油をかけて、ねぶるだけでも美味しい。あ、これはね、ねぶる価値ありですね。最近なんか、ますますチャンネルがこう、おじさん化してるかもしれない。体積比で言ったら大体こんな感じですね。これちょっと思ったより大きくないですね。まあでもうまそう。はい、じゃあ次このあばら骨取って、まああばら骨ないんですよね。膜取って、で、ここに血合い骨が入っているんで、血合い骨を落とす。でも薄皮今日ちょっとめんどくさいから、そのままつけていきます。で、薄皮ついてると確かに若干ね、なんか歯触り悪いんですけど、これ炙ると美味しいです。で、じゃあお皿にとりあえずボトッと置いて、で、シソとかを並べて、で、身を切りつけて、飾っていきます。まあ、料理屋さんとかめっちゃ薄く切りますけど、僕はね、正直厚い方がいいんですよね。一応 YouTube 動画的に今ね、薄作りしてますけど、結構ね、薄く切っても、あの、一気に口にやっぱ放り込む人が多いと思うんで、薄く切り出すのはいいんだけど、結局でかくなるよね、途中から。はい、じゃあ薄く切るのはここまで。もうね、ジャッジャッとやっていきます。で、肝は最後に軽く叩いたやつで、最後にわさびをうんち盛りすれば、うん、はい、カワハギの姿作りお刺身完成。まあ、ざっとこんな感じです。うまそう。さあ、湯気が吹き荒れております。果たしていかほどの鍋ができているのか。今日のテンションはなんかおかしい。オープン。おお、めちゃうまそうやんけ。鍋も完成です。おい、それじゃあ小鳥クパ逆だった。回転。はい、というわけで完成しました。濱家特製水炊き川萩鍋と、曇っちゃいましたけど、萩の刺身ですね。それじゃあ竹雄、始めようか。あ、朝から乗りもしてたんでちょっとだけ疲れましたね。はい、それではいただきます。じゃあまず萩からいただきましょう。わさび取って、で、これ軽く砕いてるんで、これとこれをあえて、で、こうですね。一番うまい食い方。うん、薄皮ついてるのも悪くないですね。もうさっきまで生きてたの、このコリコリとした食感に、やっぱ生肝のね、甘いやつ、これがめっちゃ合う。で、コクがやっぱすごいんですよ、油が多いから。これ間違いない、一番好きです。じゃあ次、水炊きですね。水炊きは基本ポン酢で食べる。すくって入れると。わお、湯気がすごい。さすが土鍋、保温性が違う。で、浜湯のお高いポン酢を入れて、高いけどうまいやつね。で、萩の身取って、で、この肝です。この肝が外せない。あー、ボロボロ。一緒に食う。うん、
めちゃくちゃ合いますね。やっぱりやっぱ熱してもやっぱコクがある。全然肝が色あせないですね。肝と身食べるのが、うん、もう火を通すことによってコシコシからよりしっとりとした身になって、でもねやっぱこの肝自体はすごい滑らかなんで、生と違ったこのまた食感のね違いっていうのが楽しめる。あとやっぱ生がねどうしても苦手な人いると思うんで、そういう時はこうやって食うと美味しいです。うん、この美味しい料理たちを酒なしで楽しむには少々物足りない気がするの。お風呂イライン伊勢海酒屋からです。ただこの後仕事なんで食えない飲めないんですよね。まあでもやっぱ生着物がうまいっすね。あ、そうそう、で僕の大好きな馬面はぎと比べると、より癖がないのかなっていう感じはしますけど、大きな差っていうのは本当にないです。やっぱ馬面の方が量が取れるんで、水炊きはこのカワハギで、刺身とかだったら僕はあれで行くって感じですね。うん、うまい。それじゃあ、あとはゆるりとごちそうさまでした。はい、というわけで本日は皆さんご視聴ありがとうございました。まあ本当はねカワハギをもっと取って、まあ、自分のカワハギでやりたかったんですけど、ちょっと今回ね市場出すのにまあ一箱必要なんで、それだけの量を取ることはできませんでしたが、やっぱ秋は縦編み、まあ長瀬もそうですけど、いろんなものが取れて面白い。そしてこの味覚、秋の味覚ハギとかもねめちゃくちゃやっぱ美味しいなと思います。というわけで皆さん、またお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。